はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学、いよいよ最終日を迎えました。今日はね、簡単に振り返りをしていこうと思います。はい。ね、ハーバード心理学のワークをね、最後まで取り組んでいただいた方、本当にありがとうございました。まあ、ところがですね、まあ一度ワークに取り組んで終わりというのは、これではですね、すぐにやったこととか、それからせっかく気づいたね、新しい発見っていうものも忘れてしまいます。で、まあ、確かに50個全部のワークっていうのを全て覚えとけっていうわけではないんですけど、まあ、いくつかね、自分にとって優先度の高いとか、何回もやってみた方がいいなって思うワークに関しては、それによるね、気づきとかをすぐに思い出せるように、ぜひ繰り返し取り組んでおいてみてください。これがすごく大事です。で、再生リストにね、心理学って書かれたものがあるので、それを見れば、すぐにわかりますんで、リストされているものから気になるものは、ぜひもう一度チャレンジしてみてください。でね、参考までになんですけど、まあ、ワークを取り組み直してみたりとか、初めて取り組む際なんかのヒントを、3つですね、挙げておきますんで、それをヒントにまたぜひチャレンジしてみてください。1つ目はですね、ポジティブなことに焦点を置きましょうというものです。で、これっていうのは別にポジティブシンクリングになろうとかっていうわけじゃないんですよ。これっていうのは何でもかんでもポジティブに考えてしまうと、まあ、逆にネガティブな考えがこびりついてしまって離れなくなるっていう、まあ、マイナス点もあるんで、これは注意してほしいと。ところが、まあ、できる限りこのワークにはどんな新しい発見があって自分の成長を促してくれるのかっていう前向きな前進している自分っていうのをイメージしながらワークにぜひ取り組んでみてください。それから理解してもらうっていうのが2つ目なんですけれども、まあ、もうねこのワークに限らずいろんなところで僕の動画で話してるんですけど、人生100年時代を生きるっていうね、あのライフシフトっていう本があるんですけど、人間関係っていうのは人生において欠かせないものなんですよ。で、一生懸命皆さんがワークに取り組んでいると、まあ、やいやいね横槍を入れてきたりとか、何それやってんのうめえって言ってね、ちょっかいをかけてくる人っていうのもいるんですよ。それでもあなたが黙々と取り組みを続けていたとしたら、気づけばその人たちっていうのが味方になってくれるようになるんですよ。例えばどんな話かっていうと、目標を私はこういうことをやりたいですって言ったら、最初にお前なんか絶対できないよなって言ってたとしても、それをやり続けていて、その目標を達成するために、取り組みを続けているうちに、だんだんその目標達成が見えてくる頃には、俺お前のこと応援してたんだなってことをね、くら返して言ってくる人とかもいるんですよ。で、じゃあそんな人っていうのは、そもそもなんであなたにちょっかいかけんのっていうと、それはあなたに変わってほしくないからなんですよ。今のあなたのままでいてほしいんですよ。でもあなたは変わりたいと思ってるからワーク取り組んでいるわけですよね。で、そんな変わろうとしているあなたを理解してもらうためには、相手に俺はこれがやりたいんだからお前理解しろよって強く言ったとしても伝わらないんですよね。だから結局はあなたが態度で示すことでいつしか理解されるようになるということなんで、自分が変わっていく姿を見て相手にも変わってもらおうというものです。で、続いて3つ目っていうのは、失敗から学ぼうということですね。まあ、失敗することによって学ぼうということですね。で、ワーク自体がうまく取り組めてるのかどうかって不安になることもあると思うんですよ。で、ワークを取り組んでいたとしても生活が一向に良くならないことっていうのは確かにあります。で、そんな時っていうのは周りの人にこれでいいのかどうかって答え合わせをちょっと頼ってみたりとか、僕自身に声をかけてみてください。そして何よりうまくいかない原因って一体何っていうことを自問自答する癖をつけるっていうことが大事です。で、この失敗からはどんな学びがあるのかっていうことを問いかけてみるってことですね。はい。で、ワークっていうのは、まあ、少なくとも1個以上を毎日取り組むことっていうのをお勧めします。それは別々のワークをやっていってもいいし、一つのワークをピックアップして、それを毎日毎日積み重ねてやっていく。これは どういうやり方でも OK です。で、毎日の積み重ねが1年先に確実な成長を与えてくれるので、ぜひですね、粘り強くチャレンジしてみていただけたらと思います。僕もね、全部やってるわけじゃなくて、どっかいひっかいね、今日はこれやろうかな、あれやろうかなっていうことを、ピックアップしながらやっています。ということで、本当にですね、今日の時点でハーバード心理学は全て終了となります。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。ワークのことに関して、何かご質問とか、どう取り組んだらいいかとか、ご相談がある場合は、いつでもコメントや DM をいただけたら嬉しいです。ということで、次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。